こんにちは、日向陽一です。それでは今回も、えー、聖書に学ぶ幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います。今回のテーマは、夫を許せない妻たちへ、本当の愛と許しです。で先ほど次のようなツイートをしました。本当の愛は相手の罪を許します。夫を許せない妻は自らを苦しめることになります。 ということで、三、えー、つの点でお話をしていきます。えー、人は皆、自己中心。そして、二点目が、えー、許しが不可欠、三点目が、えー、イエス・キリストの模範です。で聖書の箇所は、えー、イエスはこう言われた。父よ、彼らを許しください。彼らは、自分が何をしているのかが分かっていないのです。部下の福音書二十三章三十四節です。 でえー、まああのー、ちょうど女性クライアントさんお二人から、まあ、日記と、あのー、質問をいただいたので、えー、とそれに答える形で、えー、お話をしていきたいと思いますでですね、まあ、ちょっと紹介しますけど、えー「お互いに大切で必要な人なのに分かり合えないことは苦しいです」。 相手のの気持ちを考えていない人のせいな人せにするだから苦しくなるんだとこのような状況でも耐え信じて修復を望むべきか新たな生き方を目指すべきか折り合いがつかず悩みます聖書の教えをくださいということですね。で、えー、まあ建設的に冷静に自分の思い考えを伝えるようにと半年間頑張ってきました。と しかし彼は自分のことでいっぱいで私を受け止めることが難しいように思いますというふうに書かれています。であのそうですねで、えーとまあ、この,あのクライアントさんとまた別のクライアントさんですけど、えー、で私はいつも日向さんの YouTube とポッドキャストと両方拝見拝聴していますと。 同じ課題ですが少し違うことをおっしゃったりするので2つ聞くとまた新しい発見があり面白いです。過去私のために撮ってくださった YouTube やポッドキャストも何度見ても見て聞いても今の私の感じ方がありいろいろ考えさせられます。本当にありがとうございます。ということではいありがとうございます。でえっとまずですねこの最初のクライアントさんあの聖書の教えをくださいというあのクライアントさんに、えー お伝えしたいのが、まあ、この2番目のクライアントさんのこともそことを踏まえてなんですけどあの今までお伝えしたことの中にこの「まあ、聖書の教えをください,という」と書いてくださっているんですけどあの答えはもうあると思うんですね。ですのでまたポッドキャストもえっとやってますので、まあ、その音声の方も見ていただければと思います。 えーと日向陽一でポッドキャストで、えー、と検索していただくといっぱい出てきますのでそれもお,あのお聞きいただければというふうに思ってます。はい、でご主人をまあ許せないっていう気持ち があって、まあ、もう別の人生歩んだ方がいいんじゃないか、まあ、どうしようもない分かり合えないということをあの書いてくださいましたけどあの人一番目、まあ、人は自己中心ということなんですけどあの誰とでもあの誰ともそういう意味で本質的な意味で何の問題もなく完璧に分かり合っている状態っていうのはないんですよね。でですので えとそのご主人との修復を諦めて、えーとまあ、別の人生というかね他の人と再婚したとしてもあの同じ問題が出てきますもう一回言いますね、えー、うまくいかないから諦めたとしてもあの別の人と結婚しても同じ問題が出てきますですのであの 人間って自己中心なんですよねで私は責めてるつもりがない私は半年間頑張ってきたでそれでダメならもうダメなんじゃないっていうことなんですこれ一生頑張ってもあの通じないことは通じないんですよね。で神様はそういう分かり合えない男と女がお互いに助け合って生きていくために。 夫婦とということをデザインされたんですね計画されただから夫婦っていうのは、まあ、家庭もそうですけれどあの神様のデザインなんですよねでその人間の限界、まあ、罪人の限界というふうに言っていいと思うんですけれどどんなに努力してもあの完全にはなれないっていうことがあるわけですね。 でそこで必要となってくるのが2番目のポイントですけど許しが不可欠だということなんですよねでこの「許せない」という言葉この「許可の許」とこの許し「許し」「許し」が不可欠のこの「読者」とか「恩者」の「者」ですよね「者面」とか言ったりしますけどあのこの「者」っていう字はこっちは「罪の許し」なんですよね。 でさっきの,あのイエス様の,あのお祈りにも出てきましたけど「彼らをお許しください」の「お許しください」はこちらの「罪を許してください」ということなんですね。で許すことが必要なんですよね許され。自分も許される必要があって相手を許す必要がある。つまりどうしても折り合いのつかない 相手が理解できない部分というのはそれはそれとして受け入れていく必要があるそして許す必要があるということなんですよね。でこの,あの、まあ、クライアントさんたち両方ともそうですけどあのすごい責める気持ちが強いんですよね。で責めてない私の気持ち分かってほしいだけなんだって言ってても。 相手が責められてると感じてたらそれは責めてることになっちゃうんですよね。でそういう意味では許してない心がある私を傷つけられたなんで私の気持ちわかってくれないのってでこの気持ちがまああの別居へ追いやりご主人を別居に追いやりあの。 離婚の危機にまでで発展しているているととうことなんですよねだから許し合うことなしに私たちは一緒に生きていくことができないわけです。で許さない気持ち傷つけられた私を苦しいなんで私の気持ちを分かってくれないのっていう思いが結局夫婦関係を破壊するのであの自分を苦しめることになるっていうことなんですよね。 何かあるたびにそれを持ち出してしてまうもうそれを言わ,ざら言,わ言わずにいられないでその許してない気持ちっていうのが半年間努力してきてでもそれが根強く残ってるんであの伝わるんですよね。どんなに言葉でうまく隠しても本音が出ちゃうわけです、まあ。にじみ出るというふうに言ってもいいと思うんですけど。 そういう意味でその心を入れ替えない限りは許さない許せない心を克服する限り克服しない限りは修復は難しいんですよね。ほらやっぱり責めていいんじゃんっていうふうに思われるので相手に。そしてそこの解決はどこにあるかっていうとまあ聖書にあるわけですねイエスの模範というふうに書きましたけれど。 イエス様がこういうふうに言われたわけですよね。父よ彼らを許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。で、これ、あの、すごい大事なことなので覚えておいていただきたいんですけど、ご主人はあなたを傷つけようと思ってそれをやってないってことなんですよ。どういうことかというと、自分が何をしているのか分かっていないんですよ。 でもそれす同じじゃないですかご主人を責めるつもり責めてるつもりはないけどご主人が責められたと感じているっていうことは自分が何してるのかあなたも分かってないんじゃないですかでこれは、まあ、私も同じです別に責めることはできないですよねでも事実として自分が何をしているのか,分か,っかが分かっていないというのはこれ罪人の姿なんですよ私も含めてです でその姿に気づかなければ悔いい改めしよようがないですよねで一つは自分自身の罪を悔い改めるということでもう一つはこの祈りなんですよねでこの祈りはどういう状況でイエス様が祈られたかというとあの十字架に貼り付けになった状態で貼り付けにした人たちを許してくださいと 天ののお父様様に祈ってるイエス様の姿なんですね十字架で自分が激痛の中でこの祈りを言ってるってことなんですよ。この許しこの自分の命を取る取ろうとしている者たちを許す祈りこの祈りはあの 聖書の中にしか出てこないと思いますねそしてこれが許すすの,の祈りなんですだから、まあ、あの本当の愛と許して書きましたけど本当に誰かを愛するということはその人を許すということなんですよねそしてそれができなければこの祈りを祈る必要があるということなんです神様彼を許してください彼は私がどんなに苦しいのか 彼の彼によって私がどんなに苦しい思いをしているのか彼は分かっていないからでそれが、まあ、ある意味唯一の,あの許しの根拠になるわけですねわざとととじゃないっていうこでそのことを祈ってこの聖書の言葉の祈りによって私たちの心は変えられていくんですよね あの努力人間の努力じゃないんです神様の言葉が私の心に働いて私たちの神の言葉は生きていて力があると聖書に言っているように私の心に働きかけることができるんですね。ですので「えーまあ、聖書の言葉をください」とおっしゃってくださいましたけどこれが聖書の言葉です。父を彼らをお許しください。 この言葉を毎日その祈る必要があるそしてもう一つは私を許してください私の罪を許してくださいこの二つつまり神様の愛そして許す愛それを私にくださいということですねまそのように祈っていただければいいかなと思います はいということで、えー、今回は、えー「夫を許せない妻たちへ本当の愛と許し」ということでお話をしました、えー、最後までご覧いただきありがとうございます、えー、最後に2つのお願いと1つのご案内をさせていただきますいつもご覧くださっている方はここからは飛ばしてください、えー、まずこの動画をご覧になって役に立った 気づきがあったと思われた方はいいねボタンを押してくださいそうするとこの動画が同じように困っている方々の目に触れて見ていただくことができるようになりますご協力をお願いします2つ目に今回のように聖書から夫婦関係の修復、離婚の回避、夫婦円満の知恵をもっと知りたいと思われた方はチャンネル登録ボタンを押してください チャンネル登録ボタンを押してそしてその後にベルの形のボタンが出てきますでそのボタンもクリックしてくださいそうすると新しい動画が公開されるたびにお知らせが届くようになりますまたこの動画の概要欄に私のウェブサイトや無料の動画講座のご案内も載せてありますのでそちらもご興味のある方はご覧くださいそれでは今日はここまでにしたいと思いますありがとうございました